皆さん、こんにちは。夢を売るアイドルにとってとても恐れること、それはプライベートの流出です。アイドルも一人の人間ですから、ファンの方に知られたくない素顔などもありますよね。今回はその中でも LINE が流出してしまった坂道メンバーを何人かご紹介します。斉藤飛鳥。斉藤さんは乃木坂46の1期生として、当時グループ最年少の13歳でグループに加入し、昨年の紅白歌合戦をもって卒業したメンバーです。斉藤さんはここ数年の乃木坂46を牽引してきたメンバーで、名実ともに乃木坂のエースと言えるでしょう。しかし、そんな斉藤さんにも LINE が流出してしまった過去があります。2013年11月頃、とあるグループ LINE のトークと思われるスクリーンショットが流出しました。トークの内容自体に普通の内容だったのですが、グループのメンバーに問題がありました。仲良しというグループ名で、トークのスクショ内には斉藤さんに加え高橋健介と南という人物が確認できます。そしておそらくここに登場する高橋健介という人物は、代表作にウルトラマン X を持つイケメン若手俳優の高橋健介さんであると思われます。斉藤さんと高橋さんは NHK のバラエティ番組 R の法則にて共演経験があり、その際に親交を持ったものだと思われます。しかし事態はそれだけでは収まりませんでした。というのも LINE が流出した後に斉藤さんがブログを更新したのですが、その際に載せていた自撮り画像に書き込まれていた文字でファンを挑発しているのではないかと言われています。一見するとウインクしましたけど何かという落書きなのですが、不可解に色付けされた文字や形、傾きを変えられた文字から LINE しましたけど何かと受け取れるような記述であり、またブログ内でも人間とは難しい、信頼を得ることも誤解を解くこともたくさん時間が必要です、私たちは青いのだ、もちろん若いという意味もあるけど青いのですと発言し、確実に LINE 流出の件に対して発信しているように思えます。真意のほどは分かりませんが、当時中学生だったということもあり、少々運営の手に負えない部分もあったのかもしれませんね。加藤志保。加藤さんは欅坂46の1期生として加入し、現在も日向坂46の中心メンバーとして第一線で活躍しているメンバーです。そんな加藤さんですが、加藤さんも LINE が流出した過去を持ちます。その内容は流出紙と加藤さんの LINE のトーク画面なのですが、加藤さんは文中にて咲き始めててオケーをコケイと打ち間違えるなど多くのミスを犯しています。実はこれ、元日向坂46メンバーの井口真央さんがブログに掲載した画像なのです。ブログ内でも合ってる文字の方が少ない、しおちゃん天然でとっても面白くて大好きですと紹介されており、加藤さんと井口さんの仲の良さが伝わるブログでした。加藤さんは現実でもエニョエニョした話し口調で人気を集めていますが、ブログでも可愛らしい話し方なのですね。本当の LINE 流出事件などではなくてよかったですね。加藤さんの隠された魅力が明かされた事件となりました。川崎さくら。川崎さんは昨年3月に乃木坂46の5期生としてグループに加入しました。川崎さんの LINE 流出事件は昨年10月上旬、ツイッター上で突如川崎さんだと言われている人物と立教大学在学と思われる高大という人物の LINE のトークが拡散されたのが始まりです。その内容を簡単にまとめると、川崎さんは高大さんと食事に行く約束をしていたが仕事の都合上キャンセル。その後、川崎さんは相手の所属しているサッカーサークルの見学を希望し、また高大さんのために乃木坂46のライブの招待チケットを用意したなどの会話でした。もしこの話が真実であれば大問題になりかねません。しかし画像が拡散された当日に運営がすぐに声明を発表し、メンバーのなりすまし SNS アカウントに対しての注意喚起と法的措置の警告を行うお知らせが行われました。その後、川崎さんが自身の5期生リレーブログにて事情説明の文章を投稿したのですが、川崎さんは SNS の捏造内容は全くもって事実ではないが、
LINE のアイコン、ホーム画は実際に使用しているものと一致しているので、なりすまし犯は身内にいるかもしれない。本当に悲しくて残念な気持ちです。というふうに話していて、対応の素早さ、的確さが伺えました。結局この事件は黒なのか白なのか未だに不明ですが、川崎さんの活躍を妬む知人の嫌がらせだと思っています。川崎さんの人気は衰えることなく現在も凄まじいので、未来の乃木坂46のエース候補として活躍を見守っていきたいですね。長濱ねる、長濱さんは欅坂46、欅坂46の2つのグループに在籍していた元メンバーです。というのも、長濱さんは欅坂46のオーディションにてほぼ合格当確コースだったものの、母親の猛烈な反対を受け、最終オーディションを受けることができませんでした。その様子を見た父親が、運営委員会にもう一度チャンスをくれないかと懇願をし、特例にて加入が決まった過去を持ちます。そのため、正規合格者との差別化のためにアンダーグループからの活動になり、長濱さんのために追加オーディションが行われたグループが欅坂46、通称ひらがな欅です。なので、長濱さんは2年ほど2つのグループを兼任しており、どちらのグループにおいても長濱さんはトップクラスの人気を誇り、エース級の活躍を見せていました。そんな長濱さんですが、長濱さんも自身のプライベートの LINE が流出しています。内容はほとんど白塗りで隠されていて、確認できるのは長濱さんが送ったと思われる3文のみなのですが、その文が注目を集めました。慌てんでよかよ、寝るもまだ家やけんと送られており、一見何か分かりませんが、本当は長濱さんの方言なのです。長崎県の離島出身の長濱さんは長崎弁を話しており、現実のみならず LINE でも方言が出ていると話題になっていたのですね。ちなみにこの文は、慌てないでいいよ、寝るもまだ家にいるからという意味で、方言の可愛さもさることながら、マイペースでおっとりとした雰囲気が感じられますね。しかし、なぜこのようなラインが流出したのでしょうか。実はこのラインは当時のメンバーのブログに掲載されたものだったのです。当時仲の良かった斉藤冬香さんが、今日もねるちゃんの癖がすごいという文章とともにアップしていました。インターネット上でも、方言が可愛すぎる、ねるちゃんとラインしてといった声であふれ、良い意味でとても話題になったエピソードでした。長濱さんは現在グループを卒業し、タレントと女優業に専念しています。持ち前の頭脳と可愛らしい容姿でレギュラー番組も獲得している長濱さんには、今後の活躍にさらに期待ですね。番外編、乃木坂46運営。実は乃木坂46の運営スタッフも LINE を流出させた経験があります。坂道メンバーではなく、今回の趣旨とずれてしまっているので詳しくは取り上げませんが、公式サイト内のお知らせにて添付する画像を誤って、メンバーの裏事情が詰まった LINE のスクリーンショットが流出しました。内容は純粋なファンからするとショックを受けるようなものも含まれており、話題になりました。乃木恋というゲームアプリ内の動画や写真素材の情報共有をしているものと思われるのですが、ことこは自撮りが苦手なので、こちらでうまくやりました。担当が真夏推しなので、真夏となしも頭に浮かんだショットがエロかったなど、メンバーを変な目で見ていたり、担当の好みによって素材を変えていたりと、あまり運営として良くないのではないかというものがあり、その他にも西野は少しご機嫌じゃないので様子を見て送りますなどといったメッセージもあり、ファンから調子に乗るなと叩かれ、思わぬ飛び火を受けてしまったメンバーもいました。アイドルは夢を売る仕事ですから、このような裏事情が明らかになってしまうのは残念ですね。いかがでしたでしょうか。今回は LINE が流出した坂道メンバーの事件やエピソードを5つほど紹介しました。仕込みの良いエピソードから炎上してしまった悪い事件まで多くありましたが、アイドルもステージを降りれば一人の女の子ですので、あまりプライベートは詮索しないであげてほしいですね。皆さんの知っていたエピソードはありましたか。他にも知っている流出エピソードなどがあればコメント欄で教えてください。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは。